日本では、当然天皇陛下の方が、中華思想の皇帝よりも立場が上である。今まで、あるいは皇帝は、そんな現実、に挑んでいた可能性はあるしかし。ともかく前の皇帝、それは消えて、今はその権利、は移動した、少し落ち着いた雰囲気はある、時に。世界、は今まで、中華思想の皇帝の方に合わせていた、のだ。それは、こっちに、向いたのだろうか？それはつまり、世界の文化的価値観は、日本的方向になった？大衆は神である。雅市場のルールでは各国の文化は各国の市場管理者、王様の位置、アメリカなら大統領、その辺が握っているのだ。だから、本来は、いや現状は、皇帝の思考はあまり関係ない、はずだが。市場管理者であれば、考え方はそんなに変わりもしないだろう。それは皇帝ともシンクロ。でもその影響は、